きょい。はっきょい。残った。残った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 。いけ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 、おじさん倒れた。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。ん？これは、友達マークが多いな。もしかして。あ、喧嘩し、あ、喧嘩や、喧嘩や。あら、喧嘩ですね。みんな喧嘩もしかして。ああ、そういうことだ。よし。仲裁していきますか。していきましょうか。わし、珍しく怒ってます。まあまあ、落ち着こう。さあ、誰と？喧嘩しました。お、てつかちゃん。ってことは、レイさんとハットくんということやね、もう一組は。はい、仲直りしよう。このイライラを沈めてください。ということだから、まあ柿でも食べてね、いただきます。落ち着こう。柿ってなんか別にそんなに嫌いってわけでもないけど好きでもないよね。そしてどちらかといえば食べたくない。なんやろ、小さい頃結構柿食べよったんやけどな、飽きたんかな。そして落ち着かないっていうね。ほら紅茶でも。いただきます。さあどう？ほっと一息。どうすか。あー、マジで紅茶好きじゃない人やった、私と同じや。ということやから、ちょっとてつかちゃんの方行ってみようかな。さあ、てつかちゃん側に行きまして、落ち着かせよう。今ちょっと不機嫌です。黒影さんと喧嘩したんやろ。大丈夫よ。とりあえずほら、クロワッサンでも食べてね。いただきます。クロワッサンたい焼きがすごい美味しそうやなって思いよんよね。どう？あ、これじゃあダメなのね。ということはだ、ガトーショコラならどうだ。いただきます。ほいほい、これならきっと機嫌よくなるでしょう。どう？お、すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。ちゃんと仲直りしてね。さあどうかな、黒影さんね、どんだけやってもちょっと機嫌が直らなかったからね。ちゃんと仲直りできるといいんだけれども。どう？こちらこそごめんなさい。あー、よかった。私が余計気分を悪くさせてしまったかなと思ったんよね、ちょっと。うまくいきました。ありがとうございます。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい、実用品風邪薬をもらいました。ありがとう。赤花、とあわなかった日はちょっと物足りないです。マジでそんなに合ってるの？大丈夫？浮気じゃないよね。あやなの旦那さんなんだけど浮気じゃないよね。はい、それじゃあちょっといつも怒っているハットくんのところへ。ふざけんな。はぁ、めっちゃ怒ってる。まあまあほら落ち着いてね。グミでも食べたら落ち着く。いただきます。どうぞどうぞ。さあどう？お、結構美味しかった。気分が落ち着きました。よしよしよし、仲直りして一発で気分落ち着いたけん、まあきっと大丈夫でしょう。さあどうだ、やっぱレイさんだよね。この間はごめんなさい。許してあげてレイさん。お、お、こちらこそごめんなさい。おー、よかった、一発。ストレートに仲直りしてくれてよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい、何？実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。ミクルとの何気ないおしゃべりが何よりも楽しいです。めっちゃいいやん。
いいお嫁さんをもらったね、ハットくん。なんか早速寝てたんだけど、早くない？ちょっとほっとしたんかな。はい、それじゃあゴッドさん入るよ。遊びましょう。遊ぼう遊ぼう。帽子シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、佐藤。シルエットクイズ第1問。第1問。これは何でしょう。スポーツサンバイザー。わかりやすい。答えはスポーツサンバイザーでした。オッケーオッケー。シルエットクイズ第2問。第2問。これは何でしょう。ちょんまげかつら。答えはちょんまげかつらでした。イエーイ。シルエットクイズ最終問題。最終問題。これは何でしょう。ん、これはゴージャスな羽の髪飾り。答えはオッケーやろ。ゴージャスな羽の髪飾りでした。イエーイ。やったね。わかりやすいよ全部。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。お宝松ぼっくりをもらいました。ありがとう。外丹君の部屋って居心地が良くって普通の家であります。外丹君の部屋ってどんなとこやった。なんかどんなんか忘れたけど。はい、オニオングラタンスープ。いただきます。で、まあ居心地がいいって言ってもらえる部屋っていいよね。そういうのってなんか嬉しい気がする。すごく美味しかったようです。はい、そしてそんな歩きながら読まなくてもちゃんと落ち着いて読めばいいと思うよ。はい、アスム。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ。2人のみの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問。マリンとボットは同じ系統の性格である。なごみ。なごみかクーリやと思うんやけど違うかな。うーん、いいえ。答えはあ、一緒やった。なごみで合ってた。くそー、直感を大事にするべきだったね。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ再挑戦しますよ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。夫婦になってもユニコーンの新しい魅力も発見したりします。すごいな、もうラブラブすぎるよね。絶対この二人にお別れは来んと思うやつし。はい、そして台湾さん入るよ。もう子だくさんやもんね。私と遊びましょう。はい、遊ぼう遊ぼう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。先行と後攻どちらがいいですか。よし、先行でいくよ。もう最近攻めるのがいいけんね。はい、プレッツェルです。プレッツェル。アンモナイトの化石です。そう、違う。違う。うん、ともちゃんね。これ全然違うね。アユナのそっくりさん、ともちゃんです。おー、来た来た来た。よし、いいぞいいぞ。アユナのそっくり、プレッツェルです。はい、来たってことで、次は、りあー違う。あ、やったーやったー。これいけるんじゃない。あー違う。待って待って待って、出た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 。やめて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 、違うとこを開けろ。あーパーフェクトで行きたかった、私。あー揃えられる。これなぜ。あゆなのとっくりさんの番。ここでしょう。わかりやすぎやん、隣やけん。イエイ、勝ち。そう、パーフェクトが良かったけど、まあ一応勝ちだから。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。中くらいので。お宝カーネーションをもらいました。ありがとう。友達のいいところだけも見ようと思います。え、悪いところも見て、そこも含めて好きになってあげてよ。まあ、犯罪じゃなかったら大丈夫やと思うけん。はい、カップラーメンでもどうぞ。ほいほい。どうすか。すごく美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして遊びたい人めっちゃおるやん。はい、ふみこさん入るよ。
アユナのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。冬に遊ぶ場所といったらやっぱりゲレンデ、雪山ですよね。そんなところには行ったことがないです。でも冬に遊ぶ場所、いや家でしょう。まあ、外は寒いですからね。そう寒いからね。凍えてまで遊びたくないというか。でも雪が降ったら多分ヒャ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 みたいな感じで遊ぶんやろうな。必要なものしか入れません。私財布の中ね、レシートとか入っとるよね。レシート入れとったらお金がたまらんって言うけれど、なんか普段の買い物のレシートは捨てるんやけど、旅行に行った時とかのレシート全部置いとんよね。とりあえず抜いて別のものに管理した方がいいかな。別のとこで管理した方がいいかな。はい、石井さん入るよ。一緒に遊びませんか。遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。さあ来い。はっきょい。残った。いけ、おじさん倒れた。いけ。おい、いけてんじゃないか。よし。いけ。あー、ちょっと待って。出る。よし。めっちゃギリギリやったけど。ふう、よかった。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、ホテルのアメニティをもらいました。ありがとう。そっちの世界では今何がブームなのでしょうか。何がブームなんやろ、全然わからん。全くもってわからん。はい、スルメでもどうぞ。いただきます。今世の中で流行っているものは一体何でしょうか。あんまり美味しくなかった、マジで。スルメ美味しいよ。まあ硬いやつより柔らかいやつがいいんやけどさ、先イカみたいな。ちょっと一軒家の方見ていこうかな。もやってますね。お、赤鼻とアイラの家。じゃそろそろ子供ができないんすか、赤鼻さん。アユナのそっくりさん、お久しぶりです。ですね、ごめんね、近くにアユナがいるからいいかなと。練習したので見てくれますか。ほいほい、どうぞ。それは私よりもアユナに見せた方がいいんじゃないだろうか。面白い。楽しんでもらえて何よりです。いやでもそういう愉快な旦那さんいいね。私、Wii U のゲームでは絶対負けない自信がありますよ。いや私ね、ゲームは好きやけどね、上手いわけじゃないけんね。じゃなんかそういう対戦ものとか勝てるようになりたいなってめっちゃ思うよね。どうすか。まあまあ美味しかった。よかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。さあそしてもう一人、小弓さんとキャンディーさん。お、小弓さんだね。旦那さんの方が燃やるんだな。どうもです。この二人はなんかすごいおっとりしとっていいよね。二人ともゆっくりして喋り方やん。お腹が空いた。それはキャンディーさんに言って作ってもらうべきなのではないだろうか。はい、クリームシチューでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。結構美味しかった。よかった。お、レベルアップ。じゃあ服で、ジャケットとチノパン。はい、これをどうぞ。服、ジャケット、ジーパンやったとプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。なんでしょう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。財布にはいろんなものが入っていて膨らんでます。まあ私パンパンには全然なってないんやけどね。でもなんか、なんでこんなにポイントカード入れとんって言われた。いいやん、ポイントカード。お得やん、ポイントカード。え、私ポイントカード大好きやけど、わからん。
ポイントがつくお店で買い物したいやん、なんか。ね。ポイント使わんねえけどさ、全然。はい、ゆうとさん入るよ。遊んでください。遊ぼう、遊ぼう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな。はい、スタートー。そっか、私だけか。当たり。ほ、やった、幸先いいぞこれは。春巻きです、当たり。ほほえ、めっちゃいい。てかさ、この一人で絵合わせパーフェクトでいける人とかおるんかな。すごすぎるよね。実りです、当たり。え、やばくない、え、やばくない。チーズです、ちゃんこ鍋です。あー、違った違った。盗むです、ちゃんこ鍋です。なるほど、これでこっち行けばよかったわけやね。なんて答え、当たり。でここだけ離れとるわけやね、最後。なるほど、なるほど。まあ、でも2回の失敗で終わったけん、次は1回の失敗ぐらいにしたいな。おめでとうございます。徐々に減らしていきたいね、失敗。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいまで。お宝ゲーム&ウォッチをもらいました、ありがとう。アダムスさえいればお金もメイヨもいりません。かっこいい。いやでもお金はあった方がいいよ。いや別にお金持ちである必要はないんやけど、普通に生活していけるだけのお金があった方が、ほらまだ恋人やろ、これから結婚とかあるけんね、大事大事。すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。お礼にこれをあげます。なんでしょう。実用品 AR カメラをもらいました、ありがとう。さあ、そしてお、もうみんなのマークがなくなったということで、そろそろみんなに募金を募りたいと思います。さあみんなじゃんじゃん入れてって。さっちゃん身長伸びたなね、スラッとしたお姉さんになったね。今日は 27,100 円集まりました、ありがとう。それじゃあ朝一、おいしいクリームシチューだよ。お、いいね、いらっしゃい。普通にいいね、この寒空の下は。けちゃうの、あったかいものを売ってくれてありがとう。実用品ブランコをおまけしてもらいました、ありがとう。毎度あり。さあそしてミニエス見てこう。11時になりました。はいはい、ミーニュースをお伝えします。お願いします。昔から人気のある家庭菜園がブーム。家庭菜園ですが、最近うち家庭菜園がそんなに成功したことがないよね。なんか枯れてしまうというか、なんなんやろうね。今やベランダでは、なんなんやろうね。ついには屋根の上に畑を作る。学校とかでは普通に育っちゃったんやけどな、なんか条件があるんかな。日当たりも良く、野菜が良く育つため、日当たりが悪かったんかもしれん。最高の畑ができると評判です。うんうん、街の耳に聞きました。屋根の上やったらね、でもそんなところで作業することもあれやし、ちゃんと植わってくれるような気もせん。それをテレビ局の人間に聞くなよ。11時のミーニュース、柳田がお伝えしました。え、でもさ、あれじゃない、なんかある程度の時間過ぎてきたらさ、なんか外出かけとる人とかってトイレなくないね。いきなりちょっと催したりとかしたらどうするんやろ。どこに行けばいいんやろうね。コンビニのトイレ塞がっとるし、ああいうのって言ったら開けてくれるんかな、それとも断固として無理なんかな、まあ、その辺なんか多分現場の判断によるんやろうけれど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、あれよね。アユナと赤花さん別に子供ができる条件みたいな、条件とかあるんかな？え？早く子供を見せてくれ。おばあちゃんの気分なんやけど。